までもどこまでも不快な想像しさよ。だが間もなくだ。我らが望む世界の訪れは近い。さあ目覚めよ国民。よりて我が身をなし、こごして我が力となれ。さあさあ焼きたてだよ。一口頬張りゃ夢見心地は間違いなし。買った買った。こんなゴミゴミした街で人探しとかめんどくさ。なんで私がこんな仕事を。そんな言い方しないのラフちゃん。はいこれ食べる。いつの間に買ってたのよ。まったく。あらいらないの。おいしそうよこれ。食べないとは言ってない。くれるなら早くちょうだい。はいどうぞ。あ、お肉のとこだけじゃなくてお野菜も食べるのよ。うるさいな。怒ってるってば。おいた。と、なんだ。あらあらごめんなさい。この子ったらよそ見しながら歩くから。ほう、こいつは二人ともなかなかの。お怪我などされていませんか。いやいや全然なあ。まあ気にすんなや。それよりお嬢さんたち、こんなところで何してるんだ。この辺はちょいと物騒な通りなんだぜ。あらやだ、いつの間にか裏通りの方に入っちゃったみたいね。ご親切にどうも。ほら、出れーね、行こう。あ、待って、ご親切ついでにお尋ねしてもよろしいかしら。私たちこの似顔絵の人を探しているんですけど、どこかで見かけませんでした。ちょっとペレーネ、何考えてんのよ。何って、ルルギア君の情報を聞いているんだけど。そうじゃなくて、もうあんたはこの男かい。そういや最近似たような人相の男がなあ。ああ見たな、確かこの先の酒場だったかな。そうそう似てた似てた。どうですか。ほらラフちゃん、誰にだって聞いてみるものよ。はあ、まだいるかもしれねえな。案内してやっからついてきな。まあまあ本当にご親切に、どうもありがとうございます。ほら行きましょうラフちゃん。分かっててやってんのか、本気で気づいてないのかわかんないの。立ち悪いわ、ほんと。あ、行き止まりみたいですけど、酒場らしい看板も出てないみたいですし。はい、もうわかったでしょ。こいつらは最初からルルギアのことなんか知らないの。じゃあ私たち騙されちゃったの。タチって言わないで。騙されたのはあんただけ。私関係ないから。はいはいはい、どこ行こうって言うんだよ姉ちゃん。ぶつかった詫びもなしによ。おい、みんな出てこいよ。
久々の上玉だぜ。あら、囲まれちゃったわ。どうしましょう。どうしましょうね。俺ら的にはこんな美人さんと楽しく遊べりゃ満足なんだけどね。まあお上手。確かにラフちゃんは世界一美人で可愛いけれど。あんた絶対わざとでしょ。そうやってちょいちょい恥ずいセリフ挟むのやめてくんない？なんだよ、動じてねえな。もしかして二人とも実は相当遊んでやがるか。ムカつく。私に気安く触らないで。あんたが冷たい闇の深淵でもがきながら苦しんで汚いムクロを晒しながら地獄でダンスを踊りたいって言うなら話は別だけど。は？深淵はダンスで？なんだって？ラフちゃん、いつも言ってるけど、お話はちゃんと他の人に通じるようにしないと。ああ、うるさいうるさい。どうせこいつら他にもこうやって町の人たちにひどいことしてるのよ。そういうのムカつくからぶっ飛ばしておくの。文句ある？いいえ、文句なんか。でも改心する機会ぐらいはちゃんとあげましょうね。お？なんだ？裏通りの方がやけに騒がしいぞ。大方酔っ払いどもが暴れているだけでしょう。捨ておいてよいのでは？まあそう言うなよ。別に急ぎの用があるわけでもねえんだ。おい、行くぞ。本気ですか？煉獄の兵員と装備の拡充は十分に急ぎのようだと思いますが。見てください、ジェーダン様。ゴロツキどもが女性二人を取り囲んで。おいおい、二人対何人だありゃ。さすがに見過ごせねえな。ここが俺の庭だと知っててやったのに。お待ちください、ジェーダン様。市中の揉め事にランダル王ともあろうお方が直にお出ましになるのはいかがなものかって。分かったよ。だったらおい、エラン。わかりました。ちょっと止めてきま…って、あれ、なんか変な雲行きですね。すみませんでした。何？もう終わり？あんたたちまだ闇の深淵に足もかけちゃ。逃げろ。いないって。もうかっこいいのはここからなのに。あらあら、残念だったわね。誰？まだ懲りてないのがいるの？見事見事、なかなか面白いもんを見させてもらったぜ。あんたもしかしてあの時の坊や？坊やってなんだ？まさか俺のこと言ってんのか？気にしないで。こっちの話よ、ランダル王ジェーダン。おう、俺を知っているか。知っていてその物言い。
いい度胸してやがる。ああ、ランダルの王様？どうしてそんな方がこんな裏通りに？控えろ、ジェーダン様。この者らの言い話、ただ者ではありません。万が一ということもございます。お下がりを。まあそう身構えるなよ、シュナ君。俺はこいつらと話がしてんだ。何？私たちこれでも結構忙しいんだけど。なーに、手間は取らせねえよ。お前ら見たところ、流しの傭兵ってところか。だったら一つ、士官に興味はねえかと思ってな。ジェーダン様、まさか彼女たちを我が軍に、煉獄に勧誘する気ですか？悪いか、俺の煉獄にはただ者じゃねえ奴らしか入れねえって決めてんだよ。なんでしょう、その煉獄というのは。簡単に言えば、俺直属の精鋭部隊のことだ。稼ぎは保証する、チーム名誉、腕さえありゃ損はさせない。どうだ、ジェーダン様。勧誘するにしても、もう少し言い方をお考えください。悪いけど、そういうのはパス。誰かの下につくっていうのは私の流儀じゃないの。おいおい、即答かよ。ランダルを直々の勧誘だぜ。ふん、今の断り方は良かった。かっこよかった。75点。すみません、せっかくのお誘いですけど、私もお断りいたします。私たちとっても大事なお仕事があるので。そういうことよ。ただの人間が私たちには関わらない方がいい。いい、すごくいい。このやりとりも来てる。この俺を捕まえてただの人間と来たか。ますます面白い連中だ。そしたら何か、お前らは違うと、ただの人間ではないとでも言いてえのか。そうね、私たちは。私たち実は世界の平和を守る正義の味方なんです。ちょっとペレーネ。あ、なんだって正義の味方？はい、だから軍隊には入れないんですよ。分かっていただけます？ああ、やだ、もう雰囲気台無しだよ。ペレーネ、ダサい。今のすっごくかっこ悪い言い方。そうかしら。でも本当のことでしょ？だからあんたと一緒の任務は嫌って言ったのに。マジだ、何なんだこいつらは。確かに関わらない方がいい類の人間なのか。遅くなりました。ルシオ、ただいま到着しました。本当に遅い。光のクリスタルの戦士として自覚が足りない。すみません、任務が長引いてしまって。あの新人くんが単独で任務か。すっかり一人前になって。いえ、僕なんかまだまだ。それより緊急招集って何があったんですか？
それはもちろん、今思い出すだけでも震えが来そうです。国務の力？まさか。そのまさかなんだよ。まったく参ったぜ。光の意志の話では、最近になってアードラ大陸を含むいくつもの異界において、その国務の力が次々と発生しているらしい。それも大量に。このまま放置すれば、世界に悪しき影響が出るのは時間の問題ということ。バルディアじゃないや、アルストリアはもういないのに、なんでこんなことに？その理由を探り、真相を究明するのが今回の任務ということだ。わかりました。すぐに行きましょう。流行らない。光の意志、任務の前に一つ聞きたいことがある。前もそうだったけど、この大事な時にまたあの三人はいないの？あの三人？そういえば確か僕と面識がない先輩の戦士がいるんでしたっけ？土のルルギア、水のペレーネ、そんでもって闇のラフ。まあどいつもいずれ劣らぬくせ者。いや、ここは実力者としとこうかね。くせ、いえ、それでその3人は今どちらに？土のルルギアに関しては単純明快な理由がある。行方不明なのだ。行方不明って一大事じゃないですか。聞いてない。そういう情報はもっと早く全員に共有すべき。いや、多分知らなかったのはお前とルシオだけだぞ。あ、ちょうどその話が出た時ってジュームはルシオの特訓にかかりっきりだったからさ。ならルシオのせい。あなたが最初から強ければ情報は共有できていた。責任を取ってあなたが三人を探してここへ連れてくるべき。そんな無茶な。光の意志がそうおっしゃるなら、わかりました。アードラ大陸に向かいます。私からの頼みでは聞けないと。そんなこと言ってないじゃないですか。おい、いつまでじゃれてやがる。こっちにはこっちの仕事があんだろうよ。了解した。直ちに任務を遂行する。ほんじゃな、ルシオ。ラフたちのこと頼んだぞ。じゃ、あたしも一つ気合い入れていきますか。皆さん相変わらず行動が早い。ルシオが遅いだけ。私も行く。待ってください。何？まさか仲間の戦士が発するクリスタルの気配がわからないとか？さすがにそれはわかります。わかりますけど、ラフさんとペレーネさんお会いしたことがないので少し不安というか。
それにルルギアさんという方は行方不明って。行方不明は行方不明、そのままの意味。知らなかったけど。大丈夫、死んではいないはず。死んでいたら私にも察知できたはずだから。はあ、あ、でその捜索をしているお二人というのはどんな方たちなんでしょう。どんな方、それは何ですかその表情。なんか嫌な予感が。会えばわかる。頑張って。ちょっとジュームさん、ジュームさん。結局何も事前情報を得られずに来てしまった。いや大丈夫、僕だってもう一人前の戦士だ。ジュームさんとの訓練でも5本中2本は取れるようになったし。よし、まずはクリスタルの気配を探って。見つけた、あっちの方だ。血が見えるな。大きいぞ。とにかく行ってみよう。町に近づくにつれて嫌な感じがどんどん増してくる。助けて。あれは大丈夫ですか。何があったんです。町がみんな突然狂ってしまって、地獄のような。地獄ってこの気配は魔物か。逃げてください、早く。ここは僕が食い止めます。なんだこの魔物の強さは。の力間違いない。さっきの人、町が地獄にって。急がないと。ついてこないでって言ったでしょ。なんなの王様ってそんな暇なの。ラフちゃん、失礼よ。王様相手にそんな。暇なもんか、大いに忙しいぜ。けどよ、王様の仕事ってやつよりお前らに興味があるってことよ。ジェーダン様もいくらなんでも戯れが過ぎるのでは。煉獄にふさわしい人材は他にもいます。なぜこの者らに執着なさるのです。うるせえな、勘だよ勘。こいつらは面白い。俺の勘に間違いはねえよ。あ、そうだ、腹減ってないか。飯をおごるからよ、もう少し話を聞いてくれよ。これは相当お気に召されているな。しばらく付き合うほかないみたいだね。やれやれ、相変わらず恩着せがましい。それに私、年下は興味ないの。お呼びじゃないんだってば。お、相変わらずどういうことだ。あ、なんでもない、こっちの話。それにどう見たってお前の方が俺より年下。そこまでよ。それ以上の詮索は身を滅ぼすことになる。
あなたに真の闇を覗く覚悟がないのなら。またそんなこと言って。ごめんなさいね、王様。この子、少し変わってて。あれがクリスタルの戦士。あんなのが僕らの敵なの。ここで僕が殺してもいいけど、リアルドに頼まれてるって言うし。いや、お前殺しておいて。それにしてもうざい。うざい。うざいうざい。本当に嫌な街だな、ここは。みんな幸せそうな顔で。ああ、羨ましい。ずるい。妬ましい。キラキラして許せない。僕は何も持ってないのにさ。うわ、びっくりした。なんだあの子供、急に大声出して。怪我でもしたのかしら。もし坊や大丈夫？どこか痛くしたんじゃない？近くに医者がいるから連れてってあげようか。何それ、バカにしてる？そうなんでしょ。いやだ。何その目、耐えられないよ。ああ、限界。もう限界。いや、始めちゃおう。ねえ、坊や。どうしたの？本当に大丈夫？何が大丈夫った。一人だけ善人ぶりやがって、気に食わねえんだよ。気に食わねえのはてめえもだ。俺は死ねえ。俺の気分を害したこと、死んで詫びろ。そうだ、殺せ、殺し合え。幸せそうな奴らはみんな死ね。僕が持ってないものを持ってる奴はみんな、みんなここで死んじゃえばいいんだ。また妙に騒がしいな。おい、シュナ君、エラン、ちょっとその辺の様子を見てこい。お前らも感じるだろう、この殺気はよ。はっ。ジェーダン様はこちらでお待ちください。おい、ジョーちゃんたち、前だ。いた、いた、いたぞー。この人たち、さっきの。さっきは、さっきはよくも、ぶん殺れ。なんなのよ、いきなりすぎるでしょ。ラフちゃん、気をつけて。この様子はただごとじゃないわ。
こいつら明らかにまともじゃねえ。それにあの一番近い自分の攻撃で骨が折れてしまうのも構いなしでしたね。ジェイダン様、ご無事で。当たり前だ。それより町の様子は？もうめちゃくちゃですよ。町の民がみんな狂ったように殺し合いをしてて、全く訳が分かりません。とにかく騒ぎはどんどん拡大しているとしか。ジェイダン様、まずは一旦町を出ましょう。恩民に何かあれば国の一大事。私もそれがいいと思います。ささ、お早く。私たちも誰かを守りながら戦うのはしんどいしね。てめえら、そいつはさすがに俺に向かって舐めた口を聞きすぎだぜ。笑って聞き流してやれることとやれねえことの線はよく考えてものを言いな。ジェイダン様、その者らの相手をしている場合では。シュナク、言いてえことはわかるが、お前の頼みでも聞けねえことはあるんだよ。ここは俺の国、俺の領、俺のもんだ。そこで何が起きてるのか自分の目で確かめもせずに逃げ帰るような真似ができるかよ。ジェイダン様、ご無礼をいたしました。お許しください。ああ、わかりゃいい。悪いが、お前にも最後まで付き合ってもらうぜ。はっ。王の矜持ってやつ。ま、立派になったんだね。でもね、ほら、あれ見て。殺す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 ！まだ立ち上がるだと？お前らまさか手加減してたんじゃないだろうな。してたよ、当たり前じゃん。でも次はできないかも。万が一あの人たちを殺してしまってもお咎めはなしにしていただけますか？手加減してただと？こいつら。ジェイダン様、町を出るかはともかくとして、ここを離れた方が。このままじゃ取り囲まれて、それこそ身動きできなくなってしまいます。私たちが道を開きますので、その隙にどうぞ。なんで私たちがそんなだるいことしないといけないのよ。こいつらだったら自分で何とかするよ。まあまあ強そうだし。それはダメよ。ダメです。王様に自分の民を殺させるなんてかわいそうだわ。ああ、そうですか。はいはい、ペレーネは優しいですね。殺してない、殺してないと思う。行くよ、ペレーネ。はーい、ではどうぞ、王様。チッ、お嬢さんのその話し方、調子が狂ってかなまんぜ。わかったよ。私の任務じゃなくてよかったけど、これじゃ一緒か。ラフちゃん、集中して。まだまだ来るわよ。ほら、
いつも思うけど、クリスタルの戦士って割に合わない仕事だよね。何の報酬も楽しみもないのに、こんな面倒なこと。もうやめてやろうかな。はいはい、気だるい闇の子ごっこは後にしてね、忙しいから。ごっこって言わないで。これキリがないわ。今のところ気絶させるだけで済んでるけど、この調子だと本当にそのうちうっかり。一応そこにまだ王様いるからね、発言のライン考えろって言われたよね。あら、ごめんなさい。でもジェーダン、これ本当にどうする気？ジェーダン、まだ正気を保っている者は町の北門へ向かえ。北側にあるのは水源ぐらいだ。人は少ないはず。急げ。シュナク、エラン、無事な連中を北門へ先導しろ。しんがりは俺が持つ。御意。承知いたしました。さあみんな、こっちだ。なんだ、ちゃんと王様してるじゃん。当たり前だ、ここは俺のもんだと。危ねえ、上だ。しなくても、ルルギア、うわ、こういうタイミングで出てくるわけ？ラフ、ペレーネ。見たらわかるでしょ。てか、今まで何してたの？私たち、あんたを探して。ラフちゃん、話は後よ。ルルギア君も状況はわかってるでしょ？大変なのよ。手伝いお願いするわ。なんだ、お前らの仲間か。その割には。死ね。えらい殺気じゃねえか。ちょっとルルギア、まさかルルギアまでおかしくなっちゃってるの？死ね、死ね。なんだあいつの獲物は。ありゃ銃か。あんなの初めて見たぞ。とんでもねえ威力と精度だぜ。どこ製だ？ランダルでだってまだあんな仕事は。どこを気にしてんのよ。ああもうめんどくさいな。王様、彼の相手は私たちが。町の人たちのことよろしくお願いしますね。おいおい、俺にジョーちゃんたちを見捨てて尻尾負けったのか。彼と戦うことになれば本当に手加減なんてできないんです。あんた王様になったんでしょ。だったら自分の国民守りなさいよ。痛いところつきやがる。仕方ねえ、ここは言う通りにしてやる。死ぬなよ。さてと、あっちはいいとして、こっちはどうしよう。大丈夫よ、いくらルルギア君が強くっても私とラフちゃんが力を合わせれば負けないわ。二人の絆は無敵ですもの。てか、かっこ悪。言ってて恥ずかしくならない？どうして？本当のことですもの。全然恥ずかしくなんかないわ。ルルギアのくせにやる気満々。ムカつく。本気でぶん殴ってから正気に戻してあげる。行くよ、ペレーネ。
ちゃん、本当に手加減なしで攻撃したわね。でも、ブルギア君、まだまだやる気みたい。正気に戻ってくれないわ。まだ本気じゃないから、適当言わないでくれる？やっと見つけた！お二人とも援護します！だあ！うわ！またなんか出た！なんかは失礼よ。この感じ、あなたは？はい、僕はルシオ。お二人と同じくクリスタルの戦士です。ラフさんとペレーネさんですね。遅ればせながら僕も一緒に戦います。ルシオって、ああ、あの話だけ聞いてた新人君。その様子だとあなたはまだ正気みたいね。よかったわ。正気ってどういうことですか？今あんたが横から思いっきりぶっ飛ばしたの。私たちの仲間、なんか国務の力に頭やられちゃったのか、おかしくなっちゃってるけど。僕はよく確かめもせずに、なんてことを。ま、平気でしょ。あいつだいぶ頑丈だし、おかしくなってる方が悪いし。そうね。ほら、見て、もう立ち上がるみたいよ。光のクリスタルの戦士か。どうも。さて、どうするの？これで3対1よ。別にあんたに恨みはないけど、これ以上やるというのなら本当に覚悟することに。あ、呪われた我が左手に宿りし、血と破壊を渇望する暗黒の衝動は、そろそろ自分でも抑えられない。ラフさん、何してるんですか？ラフさん、ルルギア君逃げたわよ。追いかけないでいいの？あ、あとラフちゃんのお手手は別に呪われてないから。ルシオ君、誤解しないで。はい。真っ赤になって震えている。何なんだこの二人。日が落ちる。どこへ逃げた？怯えることはないわ。むしろ闇の静寂に包まれし夜こそが私の時間。怯えているわけではなく、敵も味方も視認しづらくなるのを警戒しないと。それ夜更かししたい時の言い訳だから、真に受けないでね。あそこルルギア君いたわよ。はあ、じゃない。集中。待ってください。その先に他にも誰かいます。あれはジェイダンと誰？まだ無事なのがいると思って見に来たら。何お前、小僧こそなんだ。人に名を尋ねるならまず自分から名乗るもんだぜ。そうなんだ。僕はビーガン。これでいい？素直に名乗ったことに免じて教えてやる。俺こそは。ああ、やっぱ別にどうでもいいや。人間なんかみんな同じだし。みんなこいつで来るって。それでおしまい。お待ちを、ジェーダン様。何かとてもおぞましい力を感じます。なんだあいつが持ってるもの。あれはクリスタル。
違う。なんだかわからないけど、あれはやばい。させるか。これ以上ランダルのために被害を出すわけにはいかん。はあ。無駄だよ。人間ごときが僕に勝てるわけがない。だからイラつくんだけど。なんという化け物め。シュナクとエランの連撃をこうもあっさりかますかい。面白い。次は俺が相手だ。ジェイダン、そこどいて。巻き込まれても知らないよ。ルルギア君もいい加減に、おとなしくしましょうね。目を覚まして、正気に戻ってください。使命を思い出してください。お前ら。なんだよ、殺しておけって言ったのに。生きてるじゃん。とんだ役立たずだよ。クリスタルの戦士とか言って、結局そんなもんか。何言ってくれてんの、このひねた目のガキは。お前、なんかものすごくうざい気がする。やれやれ、いるのよね、こういうだるぶったキャラがイケてるって勘違いしてるやつ。今なんか言った？いいえ、何も。でもラフちゃん気をつけて。その子、とっても強い。どいつもこいつも、俺を無視して茶番こいてるんじゃねえぞ。いい加減頭にくるぜ。こいつ、人間のくせに。ようやく顔色が変わったな。だが、まだまだ、こんなもんじゃねえぞ。言ったよ。この国務の力の前には、人間なんかみんな同じだって。この溢れ出す国務の力は、あいつが持っているものが発生源に違いありません。言っておくが、俺はガキ相手だろうと、敵と認めた奴に容赦はしない。今すぐお前の眉間に風穴を開けてやる。ダメ。いいから、あんたはあんたの仕事をして。おい、そこをどけ。お前ごとぶち抜いたって構わねえんだぞ。あいつの相手は私の仕事、使命だって言ったの。邪魔しないで。使命だ。こいつ急に気配が変わりやがった。こいつだけじゃねえ、ぼやぼやした姉ちゃんも急に出てきた。この小僧ジェダンも、あなたほどの人ならばわかるはず。ここから先の戦いは本当に危険なんです。だから、寄ってたかって。またこの俺をただの人間扱いか、君。だがお前らが人ならざる者とでも言うのか。いら、見せてもらおうか。三人か、仲間ってやつ。羨ましいな。僕が持ってないものだ。羨ましい、妬ましい、許せない。来る。
やっと熱くなってきた。さあ、もっと僕を焼いてよ。真っ白な灰になるまでさ。何こいつ、気持ち悪っ。だけど、恐ろしい強さです。お前も、そっちのお前も。足りない。確かもう一匹。はい、私でしたらこちらの資格ですよ。トーン。しまった、イミテーションコアが。これを壊しちゃえばもう町の人はおかしくならないはず。あちょー。なんだよお前、うざすぎるんだけど。ここまでだ。これ以上の増幅は見込めない。国部の力を回収する。ウルギア、こいつまだ目覚めないの。いい加減にしてほしいんだけど。しまった、ウルギアさんも今ペレーネさんが壊したのと同じものを持っています。地に溢れていた国務の力が今度は吸い取られてるわよ。操り人形が何やってんの。余計なことしてるとお前から殺すよ。ふん。チッ、ディアルドか。あいつそういうところもうざい。偉そうにさ。待て、逃がさないぞ。消えた。煙のように消えちまった。逃げられちゃったわね。ルシオ君、どんまい。まったく、何なの。ヌルギアはおかしいままだし、熱くガキは出てくるし、めんどくそ。負傷者の手当てを急げ。被害報告はその後でいい。王都に伝令を出して、とにかく手が足りない。動ける部隊を集めるんだ。町の方はあいつらに任せておけば大丈夫だ。俺の配下は優秀だからな。それよりもお前らだ。まず士官の話はなしだ。忘れてくれ。確かにお前ら正義の味方みたいだからな。俺の領地を守ったのは大義だったぜ。そんな恥ずかしいのじゃないし、それにあんたの領地だから守ったわけじゃないからね。そうかい。しかしまあ、戦の前に余計な面倒が増えてくれたもんだ。戦ね。あんた本当にこの大陸を征服するつもりなんだ。何が楽しいの、そんなことして。と、口の減らねえやつだな。お前、本当に何者だ。それを知ってどうするつもり。でも、そうね、深淵に潜みし闇の魔女とでも名乗っておこうかしら。あ？イエス、イエス。85、90点決まったでしょう。これなんだそれ。正義の味方なのか魔女なのか、はっきりしろよ。ああ、この子ってば。ラフちゃん、目よ、目。あ
なたのことを知らない人にそういうこと言うと変な子に思われちゃうだけなんだから。またプルプルしている。うるさい、うるさい、ペレーネのバカ嫌い。あらあら、ああもう世界征服でも何でもいいけどね、やりすぎないようにしなさいよ。調子に乗って井戸の底でベソ書いてた時みたいなことになっても今度は助けてあげないからね。な、井戸の底だと。落ちるとか最悪だぜ。くそ。やっべ、登れねえ。このままじゃ俺ここで干からびて死ぬ。そんなの、父上、母上。開いた。まずいたし、転移ミスるとか最悪なんだけど。どこよここ。なんか人の声が。この井戸の中暗くてよくわかんないの。しょうがないな。よっ、じゃ、なんかいた。あんた誰？こんなところで何してんの？うわあ！どこから現れやがった？お前こそ誰だ？つうかお前、逆さまに宙に浮かんで、もしかして魔物か？失礼なガキね。誰が魔物よ。説明するの面倒いから私のことは秘密。それよりあんた泣いてんの？どっか怪我でもした？泣いてるわけねえだろ。俺は誇り高きランダルの王族だ。井戸に落ちたぐらいで泣くかよ。あっそ、ならいいけど。じゃ、私忙しいからもう行く。ま、待てよ。そのなんだ、今確かに俺は泣いてはいないが、困ってはいる。つまりお前にとっては俺を助けて王族に恩を売るチャンスだと思わないか？別に恩とかどうでもいいし、王族にも興味ない。ジェイダン様、どちらにおいでですか？どうかお返事は。なんか呼んでるよ、ジェイダン。呼び捨てにするんじゃねえ。無礼なやつだな。偉そうに。ああもう、ガキってほんとめんどくさい。けどここで人目について騒ぎになるのも厄介だし、やれやれだわ。いい？ちょっとおとなしくしてんのよ。よいしょっと。ほら、特別に助けてあげるから、外出たらさっさと行って。私忙しいって言ったでしょ。え、なんだ、体が浮き上がって、ジェイダン様、こんなところにおいででしたか。心配したのですよ。そうだ、思い出したぞ。お前、あの時の…犬。おい、あのジョーちゃんたちとひょろい男はどこへ行った？え、ついさっきまでそこに…あれ、おかしいですね。でも、
そうね。深淵に潜みし闇の魔女とでも名乗っておこうかしら。おいおい魔女ちゃんよ、深淵ってのはもしかしてあの枯れ井戸のことか。枯れ井戸？井戸がどうかなさったので？まあ、なんでもねえよ。それより仕事だ。シュナクを呼んでこい。はっ。深淵に潜みし闇の魔女ってリズムが悪いんだよ。センスねえな。Bが思った以上に国務の力を増幅させて集めたみたいね。でもあのやり方だと生きている人間がいなくなったらそこでおしまいじゃない。ま、野蛮なこの考えることなら仕方ないわよね。でも私は違うわよ。こういうのはね、もっとじわじわと、そしてたっぷり絞り取らなきゃ。